今回の動画は秋田県にございます二ヶ星でございます。こちらの町は秋田県の南西部、山形県と県境を接しておりまして、人口は約2万3000人の小さな町。駅前には大量の車がございますが、これは現在列車がやってくる時間でございまして、こんな小さな町には珍しくたくさんの人出がございます。こちらは JR の久方駅、この町の中心的な駅でございまして、目の前の列車は普通秋田行き。日本海に面する町でございます。この町は平成の大合併でできた町でございまして、この町の有名観光地久方は廃政松尾芭蕉が奥の細道で訪れました最北の地でございます。それでは駅から離れまして市街地に行きたいと思いますが、この町は鳥海山のふもとにございまして、しかし今日は天気があまり良くなく、こちらの方角にあるわけでございますけれども、あまりよくは見えておりません。町の中心には日本海沿いを行きます大幹線国道7号線が通っておりまして、目の前の道がそう。こんな感じで秋田方面へは大変トラックの往来が多いような、そのような道。家の作りも何と言いますか、北国にめいておりまして、そして風がとても強い、本当に日本海に面した町でございますので、ピューという音を立てまして、とても冷たい風が吹いております。現在の時刻は午前の6時15分。まだ朝早い漁師町の風景でございます。この周辺には元禄時代廃政松尾芭蕉とその弟子河合空が歩いた道が現在も残っておりまして、こんな感じの表示が。約300年前、松尾芭蕉と河合空はこの道を実際に歩いたわけでございます。この辺りには古い町並み、昭和の時代のものが残っておりまして、町の中心地江戸時代の久方は東の松島、西の久方と呼ばれておりまして、有名な観光地。宮城県の松島と並ぶ廃政松尾芭蕉目的の地でございました。先ほども申した通り、この二ヶ星は秋田県の沿岸部南端に位置しておりまして、秋田県内では比較的雪の少ない地域。こちらの二ヶ星の産業といえば電子部品製造大手でございます TDK 株式会社。こちらの創業者がこの町の出身でございまして、古くは昭和15年から TDK の工場がこの町に設立されまして、関連企業や工場がこの町に集まっております。そのため三ヶ星の就業人口の約3割が
製造業に従事しておりまして、電子部品製造などでは東北トップクラスのシェアを占めております。まあ久方の町はこのような雰囲気でございまして、秋田県南部の静かな漁師町、こちらの方には久方漁港の姿が見えております。そして少し移動してまいりまして、国道7号線沿いを少し脇に入りますと、こちら三ヶ星の中心的な観光地、久方九十九島でございます。江戸時代の久方は松尾芭蕉が尊敬しておりました西行法師や能院法師などが和歌に読み込んだ名所、歌枕として知られておりました。1689年の奥の細道の紀行では、東北、北陸、そして大垣へと向かう行程でございまして、この久方が奥の細道紀行最北の地でございます。松尾芭蕉は奥の細道の中で、松島は笑うがごとく、久方は恨むがごとしと言っておりまして、宮城県の松島には明るい魅力があり、こちらの久方には暗さの魅力がある、そのように松尾芭蕉は評したのでございました。現在の久方九十九島の風景は、松尾芭蕉が見た風景とは少し変わっておりまして、1804年の大地震が起こった際に海底が隆起いたしまして、辺り一面湖だったのが現在はこのように陸地となりまして、昔の風景とは少し違っておりますが、このように小さな山がポカポカと、島のように昔は湖に浮かんでいたそうでございまして、それが松島と並び称されたゆえん、本来ならば少し高台から見た方がとても景色が良くて、現在はこのように島の一つ一つに登ることができるようでございます。ちょっと高いところから見ますと、このような感じで見えます。どうでしょうか。本当はすぐそばに道の駅がございまして、そちらからの展望台からの眺めはなかなかいいものでございますが、少し朝が早くまだやっておりませんので、まあ残念ながらこのような風景でございますけれども、いやーしかし本来ならばこちらの方に鳥海山、山頂の方には雲がかかっておりますが、本来ならば素晴らしい絶景、そしてこちらが道の駅久方でございますけれども、東北有数のとても大きな道の駅として知られております。その裏側にございますのがとても美しい海岸でございまして、日本の夕日、日本の渚百選にも選ばれたとてつもない景勝地、こんな感じで海岸線は日本海らしく波が打ち寄せ荒れ狂っております。こちらが三ヶ星におけます九十九島と並ぶ絶景、
いやー、これは今日は天気が崩れそうな予感がいたしますが、本当に晴れた空気の澄んだ日には、あちらの方向に秋田県の男鹿半島が見えそうでございます。今日は全く見えておりません。